いいところ、あーすごいね、やっぱこんなに貴重。おー神経節すごい、そマニアックですね。でかいね、ほらすごいね、こんな大きなカブトガニがあの海に。カブトガニすごいね、あ、珍しい、ほら貴重貴重、ほらすごい、なかなか野生のカブトガニでお腹を見えることないですからね。足が10本ありますね。おー、一番上の小さなのは足じゃなくて、これ胸郭っていう、ね、手の役割をするようなんですね。ではここで問題です。カブトガニのオスメスの違い分かりますか？かしたら、このままあれですかね、あ、まあ多分こいつずっとひっくり返ってるんで、 あの餌を、あ、こいつだったら取れやすいかもしれないです。いいです、ちょっと今特別に餌をあげてもらいます。餌を食べる様子が見えるかもしれませんね。食べてますね。あ、はい。行くかな。おー、いいところ。拾うか。お腹いっぱいみたいですね。じゃあちょっと様子見ます。このままで大丈夫です。はい。あー、蹴っちゃったね。お、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 お。まだまだ続くよ。天地いろいろありますね。カメもいますね。カメもありがとうございます。2億年以上前からですもんね。海よりもそうですね。2億年とかね。うわ、生きた化石。ほら。あ、カブトガニの足跡もしっかり化石で残ってますね。そうですね。ドイツのドルムホーベンっていうところなんで、泥なんですよね。
ね、あの三葉虫から進化したってなってるんですけど、今ちょっと説が違いますね。カブトガニと言いながらカニではなくてサソリに近い仲間なんですね、クモサソリ。アグラスピスがありますね。カブトガニ類の化石としてはこれだけだけなんですけど、国内の生物としてはだいぶ多いと思います。高純木という生き物がカブトガニの祖先としていて、カブトガニ、はい、いますね。マルオカブトガニ、南カブトガニ、アメリカカブトガニと、はい、大きいですよね。そうですね、この4種の中で最大ですからね、日本に生息しているカブトガニは。すごいすごい、回りましたよ、ぐるぐるぐる。そうですね。いや、世界中でやっぱ減ってますよね。そうですね。その中でほら、過疎化がやっぱり大事ですよね。この東の分布、やっぱり守るためには大事です。日本にいますからね、すごいですよね。そうですね、カブトガニはね。この笠岡っていう地はこう桃源であり北限であるので繁殖地として。北限でもあるんですね。そうなんですよね。これ以上寒いと生きていけないですね。すごい貴重な場所ですね。そこに貴重な博物館がいいですね。ちょっと見てみましょうか。はい、はい、ぜひぜひ。わあ、黄金のカブトガニ。私一瞬で分かりますからね。ほら、これカブトガニの、ほら、頭の部分ね。東京部、腹部、うわー、ほら長い、ほら、じゃーん。ここに来ればカブトガニ発掘できるんですね。そうですね、カブトガニの他にはこの辺にも、ここにも何か、はい、この辺りにもあります。うわー、出た出た。これは三葉虫ですね。そうですね、これ本物の化石なんですけど。え、本物使ってます。そうなんです。そうなんですか。え、ちなみにこっちも本物。こっちは作り物です。あ、こっちで作り物。うわ、上手。こっちにもあるんですよ。はい、これはただの石に見えるんですけど、これも本物の化石です。いや、これ幾千代さんです。あ、海生爬虫類。これは難しい。本物ですね、海生の爬虫類、幾千代サウルス。はい、うわー、イルカのような ね、 そうですね、形をしてますよね。はい、あの生き物が絶滅したから今大型の哺乳類が海洋で泳げるとも言われてますからね。入れ替わったんですね。うわー、すごいね。あ、これまさか本物。本物の脊椎骨。本物の脊椎骨。ぜひ触ってみてください。うん、歴史を感じます。まだまだ続くよ。あ、これはこれすごいですね。これは博物館建設当初からあるんですけど、まあ、よかったら動かしてください。はい、上のボタンを押したり。おお、ほらほら動く動く。わっ、 あとすごい。あ、もう忠実に再現してますね。こんな巨大なカブトガニが昔いたらいいですけど ね、 そうね。まだこれほど巨大なカブトガニの報告は化石でもないですね。ないですよね、はい、うわー、いそうだけどな。夢が詰まってますね。怖いですよね。すごい、かっこいいですよ。あ、はい、先ほどオスメスの違いね、何でしょうかって言いましたが、ここにも答えがありますね。ほら、上がオスですね。そうですね、下がメス。メス、違い分かります？ほらほらほら、この足が太くなってますよね。これでメスの体を掴むんです。オスだけですね。うわー、お腹の部分ね、さっき運よく見れましたけどね。あ、そうですね、ひっくり返ってなくてもここに来ればちゃんとオスメスお腹見て比べることできますからね。おー、なかなかいい展示ですよね。ありがとうございます。こだわりのあるいい展示です。ここは血液の展示ですね。血液利用、すごい ね、 そうですね。今でも需要は高いんですよね、カブトガニ、ね、そうですね。おそらく先生もこれ見られている生徒さんも、うん、カブトガニのお世話になっているはずです、うん、っていうのも医療の現場で、はい、例えば皆さん多分コロナワクチンの
うんうん、コロナウイルスのワクチン打たれたと思うんですけど、その時の注射針にエンドトキシンっていう細菌ですね、あれがあるかないかっていうのを必ずテストしているはずなので。ああそうだったんですね。そうです、そのエンドトキシン試験にカブトガニの血液が使われているので。ああ、じゃあ私もカブトガニにも知らないうちに助けられてたってことですね。そうですよね、はい、助けるつもりがいなかったら、ね、はい、そのエンドトキシンでショック症状を起こして死んでしまうかもしれない。ああすごいね、カブトガニを助けているつもりが助けられていましたね。すごい、やっぱ身近ですね、カブトガニね。いなくなったら困りますよね。そうですよね、うん、この血液を使ったこの試薬の代替品も今科学的に作られているという話なんですけど、うんうん、まあ、なかなかコストが見合わなくてちょっと難しい状況ですよね。そうですね、抜いても3分の1程度だったら命に別状はなくまた戻る。そう言われていますね。それでもアメリカカブトガニの個体数はもうどん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 減少の一途をたどっていると言われてますけど。そうですか、やっぱり代用のね、はい、もの大事になってくるかもしれませんが、でもやっぱり最初はねカブトガニにね血液を用いて、そこから私たちね助けられているというのは、いやなかなか知らないんじゃないですか。そうですね、全国の皆さん、そう思います。本当にすごいね、カブトガニに守られてます。カブトガニ人類救ってるんですよね。救ってますね、もうすごいね。あ、ここは脱皮ですね。そうですね、カブトガニ脱皮をして成長していく生き物なんで、この展示ですと、まあ、14年で大人になると言われてるんですけど、うん、まあ、今のところ大体10年前後で大人になるんじゃないかと言われています。過去の研究よりも今は、はい、もう少しこう、そうです、成長が早かったんじゃないかと、集まった、はい、徐々に分かってきています、ね、でも10年ですからね、はい、10年経たないと繁殖できない、だから一度数が減るとすぐには元に戻らないんですね、個体数がね。そうなんですよね、最終脱皮をしないとこう生殖ができない、ね、変わった生き物ですから。そうですね、生体までの間の、亜生体、幼体、幼生、こんなに小さい、ほら1センチもないですよ、1センチもないカブトガニがあんなにでかくなる、ね、それにはかなり時間といい環境が、ね、揃ってないとダメなんですね。ちっちゃいね。ちっちゃいですね、生まれたて6ミリですからね。うわー、ちっちゃいちっちゃい。はい、うわ、干潟で見たのはこの辺りですね。そうですね、それぐらいのサイズですか、うん。あ、これ貴重ですよ。はい、これはカブトガニですね。日本に生息している種類と同じ種類なんですけどね。大きいですよね。大きいです、ね、これ私ね、ブルネに探しに行ったんですよ。本当ですか。見つからなかったです。ああ、そうなんですね。もう漁師さんたちに聞いても、はい、昔はいたけどいないと言われていて、ここでないと見られないかもしれない。体が比較的ワイドですよね。で、今後もしかしたら足とか、はい、場合によっては別種に分けられる可能性もある、うん、そんな地域個体群ですね。ボルネオ、インドネシアで、うわー懐かしいですね。ボルネオ島では見てます。そうですね、はい、川色のもの、ただほとんど数がね、いないという状況でしたからね。いやー貴重ですね。
すごいね、やっぱこんなに看板の差があるんですね。自然の看板があるので、ヤマトオサガニとチゴガニと、あと白線塩招き出てますね、今。すごいね。へぇー。あ、塩招きまでね、大人気。飛びハゼも結構います。あ、飛びハゼもいますよ、自然豊かですね。はい、全部こう外から入ってきた子なんですよ。あ、すごい。何もやってないです。わあ、一眼レフ持ってくればよかった。この上の方見ていただいたら多分ボコボコしてると思います。ああ、してるしてる。あれカブトガニは全部掘った後です。うわあ、これ本当に自然のね、護岸周りにあるところで産卵してるような、はい、そんな様子ですよね。そうですね。うわあ、すごい。ですから、あのボコボコの下掘ればカブトガニの卵出てきます、うん、うわ。この辺りに、出ると思うんですけどね。こればかりはもう掘ってみないとわからないということなんで。あ、先生よかった。じゃあ私も、はい、こういうちょっとボコボコしたところ、こういったところを、こう横向きにですね、掘ってみた。10センチもいかないですよね。浅いですよね、比較的に。そうですね、深い時は20センチ近くに産んでたりもするんですけど。そんなに深くも。そうですね。これカブトガニが今掘った跡が出てきましたね。え、なんでわかります？この周りの流形に比べて、だいぶ荒くなってますよね。ここだけ。ああ、なってるなってる。そうです。これカブトガニが掘った跡なので、こういうところを見てみると、踏んでるかな。あ、ここは不発ですね。ああ、試し掘りのこともあります。そうです、そういうこともあります。あ、でもそういう痕跡がもうここから分かるんですね。そうですね。すごいね。ワンシーズンで10回ぐらい産み分けます、はい、あ、そうですね。1つの卵塊で、まあ、300から500ぐらいでしょうかね。なので1匹のメスが産むのが、はい、ありました。あ、ありました。おお、あったあったあった。すごいまだはいはい、まあ、そうですね、産み落とされたばかりという感じです、ね、うん、なんかね、見えないですもんね。そうです、そうです。すごい、ほら、うわー、すごい。そうですね、どれぐらいの卵塊でしょうか。どれぐらいで、ちょっとこれ水かけてみます。おー、あったあった。水かけます。はい。あ、そうするとちょっと見やすく、わかりますかね。塊、塊になってますね。はい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 。すごい。わあ。しっかり固まってますね。こういう卵の塊を何箇所、十何箇所に分けて、はい、15センチ、20センチぐらい間隔を空けながら産んでいきますね。うわ。うん、こう周りがプリッと向けて回転卵の、はい、うわ、それまでまだもうちょっとかかりますね。そうですね。この初期卵の卵塊、実は僕も見るのが初めてなんですけど、ね、そうですか。これだけ固まってるのは僕も初めて見るので。タイミングもあるんですね。ですね、ちょっと飛ばしてください。うわ、いい形。多分これあれですよね、はい、何かのオスの精子かのせいで固まってる可能性が。初めて見ました。すごい、うわ、これまた。そうですね、大事に戻して、はい、埋め戻して。これだけやっぱ火が強いと、すぐに乾燥してしまうので、で、刺しておくわけですね。そうですね、産んでいた場所を、ここ、また誤って勢いよく掘ってしまうと大変なことになるので、
そうですね、場所は運もありますね。ただ勘でさすが、さすがプロですね。素晴らしい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらはカブトガニの、はい、そうですね、飼育している。おお、大きく育ってますね。うん、難しいですよね、成長させるのにね。10年まで、なかなか道のりは長いですね。そうですね。いやー、もう貴重なサイズですが、他も、あ、それぞれ大きさに合わせて、はい、大きい大きい、ですね、これぐらいのサイズ。これこのぐらいサイズになると安心しますけどね。そうですね、大きくなったなという感じしますね。しますね、育ったなって感じ。今育っているのを10点に並べてみましょうか。はい、そうかそうか、これ去年生まれたものですよね。そうです。貴重、こんなに個体差があるんですね。2、3、4、5。うん、尾を上げる形で体を丸めるんですもんね。そうですね、やっぱりエラを食べられるともう一発なんで、あ、そこをなんとか守ろう。守ろう。わあ、貴重ですね。あ、動いてる動いてる。元気ですね。元気ですね、状態がいい。こうやって地道に保護活動をされて、今私たちのカブトガニを見ることができるということですね。はい、何もしなかったらもう消えていたかもしれませんね。そうですね、本当にこの笠岡に限っては本当にそうかもしれないですね。ありがとうございました。はい、カブトガニ、これからも大事にしたいですね。はい、よろしくお願いいたします。ご紹介いただければ、また遊びに来ます。はい、ぜひまたいらしてください。よろしくお願いします。はい、皆さん、ぜひ遊びに来てください。笠岡カブトガニ博物館です。はい、7月20日から9月29日まで新カブトガニという展示をしています。新カブトガニですね。はい、はい、ちょっとです ね、 いいですね、博物館内でもカブトガニ紹介してるんですけど、はい、そこでは紹介しきれないマニアックなところを。おー、来ました、マニアックな展示です。いやー、すごいね。まず入っていただくとこちらですよね。わあ、ご存知ですか、これ貴重ですよ。これは本草項目じゃないですか。そうなんですよ。知ってます。すごいね、これは。だって江戸時代ですよ、400年前ですよ。すごいですね、中国から持ち込まれたもんですね。うわー、すごい。ここにカブトガニが。そうなんです、これですよね。そうです、当時の人はこう聞いた話で絵を描いていたんで、こう似ているのか似てないのかよくわからない、そんなイラストになってます。うわー、カニは上手なんですけどね。カニは食べてるからですかね。そうですかね、実際見て描いたんでしょうね。カブトガニの絵がちょっとね、物足りないのが、いや、不思議ですね。たくさんいたはずですけどね。そうですね、絵師が違うのかな。いやー、でも貴重ですね。まさかここで見ることができるとは思わなかったです。すごいね、本草項目ね。これは覚えておいてください。すごい貴重。次は人工飼育のカブトガニの展示ですね。人工飼育、すごいですね。いや、ここは1例から8例まで並べてますけどね。ここまで成長させるのはやっぱ大変ですよね。そうですね、まあ、ざっくり3年ぐらいっていう感じですね。3年、はい、毎日のように下げて3年かかります。ここは大変だ。この辺はカブトガニの体の作りを乾燥標本を使って説明していますね。わー、細かい。しっかり副眼の位置、単眼の位置、はいね、はい、紹介されてますね。そしてお腹の副眼の位置ですね。おー、副眼まで紹介されてる博物館はないですよ。
目が全部で5つですよという点ですよね。すごい。ここも世界のカブトガニの。そうですね、世界に4種類いるので、日本のカブトガニとは別の3種類をここで展示していますね。しかもここすごいですね、肛門不要っていうのが、これなかなかね、知ってる人は少ないですよ。そうですね、アメリカカブトガニの論文でしか出てないと思うんで、それをちょっと日本のカブトガニでも調べてみると、確かに肛門がないという、これがカブトガニの一例要請、生まれたばかりの赤ちゃんの秘密なんです。うわー、お尻の穴がない、カブトガニの赤ちゃん知ってました？すごいですね、一例ね、一例、これが脱皮すると、そうです、二例要請になって、そうです、尻尾が生えてくるので、その根元にお尻の穴ができると。わあ、一例は餌食べないですもんね。そうなんです、ね、食べないからいらないんですね。そうです、すごい、うわあ、マニアック、はい、これもマニアックですね。そうですね、カブトガニの内臓臓器の展示ですね。うわあ、これ神経節すごい。そうです、ぜひ見ていただきたい、よくドーナツ型と言われているカブトガニの脳みそですよね。これはなんかアニメとかにもね出てきそうな、ね、はい、そうですね、そう参考にされたんじゃないですか。まあ可愛くハート型にも見えるかもしれないですそしてすごいですね、はい、今回も初公開ですね。 CT か、世界でここだけだと思うんですよね。初めて見ました。カブトガニを CT で撮影して、それを 3D モデルに起こして、この体の内部を観察していくというこの動画の展示ですね。うわー、すごい、これをパッと見てどんな生き物か分かる人いないと思いますよそうですね、今もう前から切っていってますけどね、このドーム状の体がよく分かりますよね。はい、そうですね、作りが面白いですね、やっぱカブトって感じしますね、カブトガニだけにね。そうですね、後から見ると中ギュッと詰まってるように見えるんですけどね、実際この縁だけなんですよね、甲羅って。あー、へー、これもぜひね、こちらに来て見ていただければと思います。すごいね、うわー、この辺りもマニアックそうなんです、誰得な展示かっていう。でもね、文献では見るこの断片、はいはい、ね、これなかなか貴重ですよ。実物見るってなかなかないですからね、カブトガニのね、ね、丸尾カブトガニなんか丸いですからね。そうですね、文献が丸いです。この展示はこれだけのために、ノコギリでこの標本を切り出して、おー、そしてこれ世界初だと思います。そうですよね、トゲシリーズすごいですね。そうですね、意外と小さなミリ単位のトゲがいっぱい生えてるんですよっていうのを全16箇所にわたって展示しているものですね。うわー、いやー、自分もカブトガニはある程度見てきたはずなんですけども、さすがですね、カブトガニのプロ、たくさん時を見てます、さすがね、東川さんすごいね、すごいですね、これを見たいと思うところがやっぱマニアですね。そうですよね、本当にキャプションにも書いてるんですけども、誰が得するかわからない展示を、そう私も困っちゃうもんすごいですね、世界にただ一つの博物館に、世界でただ一人のね、はい、マニアックかもしれませんけども、すごい、ね、すごい、どの時が好きですか、好みでいいです。僕ですね、この口角上側の消極好きです。この全体の、こう全体交代尾腱って体パーツ、3パーツに分かれるわけですけど、全体のこの両脇の尖っているところ、それ口角っていうんですけどね、それの上側。下側に行くと、今度すり減ってちょっと短くなっちゃうんですよ。あんなとこトゲあったから、ちょっと見てみましょう。ここはい、どこに、どこあれで見れます？これはどこ？あっ、はいはいはい、ありますよね、うん、そうなんですよ、ここか、わかんない、これ意外と黒光りしてて、あのサメの歯の化石に似てたりとか、あー、わかる、わかります、はいはいはい、これでもね、拡大したらかなりね、はい、艶もあっていい形してそうだけど、はい、それをするっていうとこがやっぱマニアックですね。そうっすよね、すごいな、新カブトガニだすごい、誰も知らないカブトガニを、うん、計測してて当たると痛いなぐらいしか思わなかったところを見ている。でも実際役割わかんないですからね。わからないです。これがどれだけの効果があるか。そうなんです。ねえ、他のトゲだけで十分体を守れるのに、こんなちっちゃなトゲ何のためにあるかわからない。そうです。しかも最終脱皮してから。そうですね。はい。
すごいね。いや、わかんないこといっぱいありますね。いやー、ここじっくり2時間3時間いられるんじゃないかな。すごいね。すごいね。半日撮ってぜひ見に来てください。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。